どうも、一生声かけ中のものです。車のニュースをお伝えします。8月26日、レクサス ES がマイナーチェンジしました。レクサス ES は FF ベースのセダンでして、1989年のレクサスブランド発足時に LS とともにラインナップされたモデルです。初代モデルのベースは当時のトヨタのセダン、カムリプロミネントでした。このカムリプロミネントの CM キャラクターは日本では田中邦衛でしたよ。ジューン、ホタル、中ちゃん、今じゃあいつ ES って名前になってるらしいよ。以上、日本で最も質の低い5号黒板のモノマネでした。マイナーチェンジで ES はですね、ライトと特にグリルの造形が変わりました。とてもですね、ザクザクとした大柄のレリーフが刻まれてます。内装はタッチモニター化して、特にセンター部のデザインが大きく変わってます。また世界で初めて採用したデジタルアウターミラーは進化しまして、最新モデルでは LED のフリッカー、つまりちらつきを減らす作用を行ったりですね、明暗の差が激しいところでも見やすくなるようにカメラの能力と処理能力を向上させてきました。この最新モデルのミラーではですね、スクラッチくじの当たりも透視できるそうです。嘘です。8月13日、あのインテグラが復活です。ホンダの北米のハイブランドアキラはですね、2022年にインテグラを復活させると発表しました。これがそのティザー画像です。その中身については詳細は一切明らかにされていませんけれども、実はですね、アメリカではインテグラのタイプ R は ITR という略称が定着するぐらいですね、とても人気のモデルなんです。ですから次のモデルも ITR は出るんじゃないでしょうか。ちなみにインテグラの歴史を紐解いてみますと、レクサスよりも3年も早い1986年に日本初のハイブランドとしてアキュラが創設された時、レジェンドとともに導入されたのがこのインテグラだったんです。日本でおなじみのレジェンドはアキュラブランドではですね、途中から RL というふうに名前が変わりました。インテグラもですね、アメリカでは途中からこういう名前に変わってました。カッコインテグラ、もちろん嘘です。途中から RSX になってました。以上、今週の車ニュースでした。ごちそうさまでした。